見えてきた。あれが水の都、エリスト。ここが世界で一番大きな都か。今でこそ世界一の都と言われるエリスタニアだが、かつては小さな村だったという。あの水球が都に水をもたらし、人が集まり、さらに人があふれ、海にせり出すように市場ができた。人も町も変わっていく。ずっと同じではない。エリスタニアに戻り改めて分かった。私がいかに過去にとらわれていたか。これからは君たちと共に未来へ歩んでいきたい。うん。皆様、エリスタニアへようこそ。お、リディアス港で会った人らや。水の巫女とはどこで会ったらいいですか。それがまだ水の巫女は決まっておらず。この流れ、お決まりになってきたかも。こっち見んといて。私たちの旅ってちょっと急ぎ足なのかな。いえ、この時期まで指名がないのはエリスタニア市でも初めてですよ。近頃はエリスタニアの水源にも不調が出ていまして、フェアリー様には早く巫女を指名してもらいたいものですが。水の巫女の指名がまだでも、巫女の一行がお越しになったら洗礼を執り行うことになっています。洗礼の儀式は今夜聖堂にて行われます。儀式が始まるまで都の中でご自由にお過ごしください。町を散策されても良いですし、もしお休みになりたければ王宮に巫女の方々のためのお部屋を用意しております。都を代表する観光名所を簡単にご紹介しますと、まず市場では世界中から集められた商品をご覧いただけます。そして町の中心部に位置する噴水広場、広場からの眺めはそれは素晴らしいものでございます。それではどうぞごゆるりと。自由に過ごしてええんやって。モートリア、どこがおすすめ。さっきの役人も言っていたが、やはり噴水広場だろうな。私は市場を見てみたいな。ラムコも市場が気になるん。ほんならそれぞれ好きなとこ見に行こな。夜まで自由時間か。おすすめは市場か噴水広場だったな。モートレアも噴水広場がおすすめだって言ってたっけ。よし、噴水広場を見に行ってみよう。はい。もらうよ。よし。もらうよ。役立てさせてもらうよ。もらうよ。はっ、クマミツ、クマミツゲット。よし。
役立てさせてもらうよ。もらうよ。よし。はい。ほっ。いらっしゃいませ。何になさいますか？またのお越しを。近くで見ると本当に大きな城だな。人の数も大違いだ。道に迷わないようにしないと。もらうよ。役立てさせてもらうよ。もらうよ。よし。はっ。どれどれ、役立てさせてもらうよ。はっ。
もらうよ。大丈夫か？ごめんなさい、つい避けちゃって。大丈夫ですか？ひょっとしてさっきのでどこか痛めちゃったかな。足をひねってしまったようだ。少し休んでいった方がいい。この人は私が解放しよう。みんなはエリスタニアの街を楽しんでくれ。私たちは王宮にも入れるという話だ。またとない機会なのだし、見てくるといい。さっきの人大丈夫かな。結構痛そうだったけど、でもモートレアが一緒なら安心だし、ここは任せて。確かに王宮を見学できる機会なんてめったにないし、行ってみよう。よし、もらうよ。よし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 。サボテンくん見つけた。
もらうよ。おお。王宮内の一般参観は行っていない。さ、帰るんだ。僕は魂の守り人です。王宮に入ってもいいと伺ったのですが。魂の守り人でありましたか。それは失礼しました。大切なお役目、ご苦労様であります。しかしながら、ここをお通しすることはできません。王宮に入れるのは巫女の方のみという決まりなのです。魂の守り人が滞在するための宿はすでに手配しております。お休みの際は市場にある宿をお使いください。そっか、ありがとう。報告です。またパルミナ女王が部屋を抜け出しています。こら、魂の守り人が来ているんだぞ。失礼しました、守り人様。女王様ってよく抜け出すんですか。ここ最近は増えてきましたね。プサル様が不在だからいいものの、これが続けば不安だな。洗礼前には必ずお戻りになります。ご安心くださいませ。守人様、王宮の代わりに市場を見て回るのはどうでしょう。確かに都にはたくさんの品が集まるので、故郷へのいいお土産が見つかるかもしれません。ティアナのみんなにお土産か。そういえば昔、師匠もいろんなものを持ち帰ってくれたな。ヒナもいることだし、市場に行ってみよう。いろいろ教えてくれてありがとう。ティアナのみんなへお土産か。っていけないいけない、そういうのはちゃんとお役目を果たしてからにしないと。土産といえば昔、師匠が都で買ってきてくれた本があったな。ヒナ、表紙が擦り切れるほど夢中になって読んでたっけ。なんだか懐かしいや。あ、バル。それ、欲しいの？うん、大丈夫。巫女にこういうのは必要ないの。でもさ、僕はヒナに。バルは王宮の中を見てきたの？ああ、それがさ、王宮には入れなくて、巫女しか入っちゃダメなんだってさ。そうなの？残念ね。でもさ、途中にある噴水広場がすごかったんだ。聖堂に行くときにヒナも見ようよ。あの、見てくれてありがとう。もうだいぶ良くなったと思う。あなたはパルミナ女王ではないか。え、いや、自分は誰から見てもバレバレの変装だ。はい、私パルミナでございます。私はモートレア、剣で身を立てている。ここエリスタニアでニキータという商人に世話になっているんだ。あなたがお忍びで出歩くなど、よほどの事情であろう。何があったか聞かせてくれないか。ですが。初対面の者に打ち明けろというのも難しい話だろうな。私は
月の巫女なんだ。巫女？だからあなたが打ち明けた秘密はマナの木まで持っていこう。誰にも知られることはない。あなた様が巫女なのでしたら、私もあなたと同じ巫女です。数日前にフェアリー様より水の巫女の指名を受けました。おお、女王が巫女に選ばれるとは。だがおかしいな、エリスタニアの者はそのことを知らないようだ。それは私が伏せているからです。女王である私がマナの木へ旅立てば、国に残されるのは幼い王子イアンと大臣プサル。プサル大臣か。奴が玉座を狙っている噂を耳にしたことはあるが、まさか。はい、私が懸念しているのはプサルのことです。今後どうすべきかニキータ様にお伺いする道中だったのです。父に相談を？まあ、あなたはニキータ様の？実はニキータ様には日頃から相談に乗ってもらっているのです。彼は行商人で世界の様々なことを見ていますから。今は平和に見えるエリスタニアですが、その歴史は全てが清廉潔白なものではありません。王座に座る者の決断は時に民を苦しめ、時には民に繁栄をもたらします。女王として時代の座にふさわしい人物を育て、その地盤を強固なものにすることが私の役目でした。あなたは時代の王に何を求めますか？王に求めること？私は巫女として旅立つ身であるので、私がこの国に何かを求めるなど。答えにくいことを聞いてしまいましたね。足もだいぶ良くなりましたので、もう行きます。話を聞いてくれてありがとうございます。旅立った後の未来か。洗礼を受けたらしっかり旅の準備をしてマナの木へ向かおうね。そうだね、ここまで来て旅もようやく半分なんだな。あ、そろそろ洗礼の時間かな。それなら聖堂へ行く前に海を見ていこうよ。うん、いいね。あ、ごめん、ちょっと先に行ってて。このペンダントをください。お買い上げありがとうな。さっきのお嬢ちゃんに告白でもすんのかい？このペンダントプレゼントするんだろ？あんた興味本位で勝手なことを言うもんじゃないよ。でも本当にそうならうまくいくといいね。応援してるわよ。ヒナ喜んでくれるかな。ヒナは桟橋にいるはず。行こう。お待たせ。あんまり来ないから迷子になったかと思った。綺麗だね。うん、始まりの朝日も好きだけど終わる夕日もすごく好きだ。でも私は終わりはちょっと寂しいかな。ヒナ、これ。あ、そのペンダントプレゼントするよ。買ってくれたんだ。何年一緒にいると思ってるのさ。すごく嬉しい、ありがとう。よかった。
夕日が海の向こうに沈んで見えなくなっても、明日になればまた新しい朝日が昇ってくる。それってすごく素敵だよね。そろそろ聖堂へ行く時間だね。洗礼に遅れたら大変。パル、ペンダント本当にありがとう。大切にするね。ヒナが笑ってくれてよかった。ヒナにはやっぱり笑顔が似合うよ。僕、ヒナには笑顔でいてほしい。悲しい顔はしてほしくない。僕にできることなら何でも言ってよ。頑張るから。ありがとう、バル。その気持ちだけで楽しい時間はあっという間だね。そうだね。最初は夜まで待つのかって思ったけど、一瞬だったよ。聖堂までの道がもっとずっと長かったらよかったのに。ん？ヒナ、何か言った？なんでもない。聖堂に急ごう。ああ、